時間決めるんですよ。1日2時間しか読書しない。正直それまでは収録当日とかもう昼から収録までだから6時間とか詰め込んだりしてたの、うん、それ結構きつくて、6時間本読むときついじゃないですか、はい、1日ずっと本読んでたなっていうのもなんかちょっとなんか味わいもないし、それがもう2時間ずつ、で4時間読んでもうその日にまとめちゃうんですよ。その2日に2時間読んでまとめちゃう。その4時間で読める分量しか吸収しないんです。じゃないと100時間の分量を1時間授業できないんで、50分ぐらいの授業にするのに4時間分読むのがちょうどいいんですよ。でじゃあどうやって取捨選択するかというと、ビジネス書とかだったらやっぱりあの目次ですよね。目次見てここの章とここの章はいらないなっていう章と、ここはいるっていう章、あそこをしっかりでザーって読んで、そこからもう一回やると、まあ、4時間で読めますね。毎日のルーティンやって、朝の会やって、で終わり喫茶店行って2時間で、2時間読んでも家で一切読まないです。家でもゲームしかしない。1日1時間だけゲームやる、自分のためにゲームやる。これは仕事しかしてない十何年だったんで、何でもない時間が欲しくて、暇になったことを確認するためにゲームやってるっていう方は、その子供たちとゲームやる、夜飯食ってるから寝るっていう、非常にシンプル。あ、でもこれなら続けれるなっていう感じで今読んでる。ビーガンって健康だし。痩せましたよ。肉食わない、動物性タンパク食わないで、基本的には玄米とか、お味噌汁とか、納豆豆腐とか、和ビーガンやってるんですよ。言ったらなんかビーガンっていうとサラダしか食ってないイメージあるじゃないですか。でも和食って大体ビーガンっぽいんですよ。ごぼうとれんこんと人参の煮物みたいな。結構食物性のもの多いんで、5キロぐらい落ちましたね。もう1ヶ月ぐらいかな。でも2週間ぐらいかな。いや食事ですね。運動は、まあ、体調良くなるんですけど、まあ、ウォーキングしたりとか。だからウォーキングとそのボクシング、スイッチのボクシング、軽いやつなんで、で1日1食。家族が寿司食ってても俺ゲーム食ってますから。でもね、それですごい体調もいいし、なんかすっきりしてますね。ストレスがまずない。コン詰めて本読んで毎日更新してるとストレスあるから、もう食べたくなっちゃう。酒も飲みたくなっちゃうんですけど、まあ、こんなもんで今日はおしまいってやると、ストレスがないからゲームしようとかなるんですよ。本当に体重減ってって、なんか見た目にも反映されると、それでテンション上がる。崩したくないし、あとモーニングノートやるときに必ず何月何日何曜日何キロって書くんですよ。で、フィットボクシングでも毎日体重入力するんです。それもすごくいいサイクルになって。でも本当にただルーティンが人を作る。この言葉だけをずーっと頭に刻み込んで、ルーティンだけ作ってるんですよ。で、サステナブルなルーティンかどうか。で、今サステナブルなルーティンになったので、で得意なことしかしない。やりたいことしかしてない。はい、やりたい分量しかしない。すっごくストレスないですね。いやー、たどり着いた。もう夢が叶ったんで。だからもう事実上引退してるようなもんですから。YouTuber として毎日更新を引退した瞬間に、趣味だし、でもうまた違う夢。だから語学とかね。よかった。働き方変えてよかった。中田の読書法。4時間と決める。目次の段階で省く。1日は2時間しか読まない。あの、ね、全部読もうっていうことしなくていいんで。4時間分読んで、お疲れ様でしたでいいんですよ。すごくいい。